デッドバイデイライトも面白かったですね。最高。またやりたい。やるか。やりたくない？キラー固定であればいいな。レイス。もう M さんがうますぎてあれから逃げられる気がしないんだよね。 M さんキャラ変えよ。ああ、そうだ。ワープダメだ。ワープはずるいな。でもね、隠れてんのにな。ワープもあの日初見で触ってたんだって。だから他のキラーの方が強いんだって。持ちキャラは別だ。それでもワープでいきなり来られるよりは、心臓の音で分かった方が逃げれるじゃないか。こっちはあの人持ちキャラのキラーはナースって言ってたんだよね。どういう能力ですかって言ったら、オブジェクト全部投下できると。一瞬だけオブジェクト全部投下してダッシュができるらしくて、聞くだけでそんなん絶対逃げられないよねっていうのが分かる。そいつは使っちゃダメ。そうだ、2段階ピカチュウの電光石火の2段階曲がれるみたいで、そうダッシュ投下しながらダッシュして、それで俺らの姿見られたらさ、俺ら一生懸命インコーナー回ってもそのさらにインコーナー来るわけだね。なんか木の板とか投下してくるらしい。僕ら結構木の板を使って逃げてたでしょ。あれが無意味になるらしい。窓枠とか M さん対策必要だな。いやー無理だな。僕は大久保さんがいつも好きで狙っちゃうんだよね。ああいうのおやつ、おーおーっておーおーおお、僕はダメだよ。可愛いんだよあの人。そうなんだよ。僕はもうダメだー、天に登って頑張ってみたいな。うまいうまい。お空の上からそう狙いたくなるよな。聞きたいもんね、死んだ後の方がもういいやな。面白いなあの人でやると。リアクションが好きなんだよな。いやーまたやりたいな。練習して持ってくるわ。もう少し上手くなってね。そう、もう少し上手くなったら